ゆるけど掴めるときと掴めないぐらいゆるいときもあるんですよ。去年の6月なんで1950。ダイエットフードに変えた時期があって、なんでしたっけこの子も、なんだっけ、ニュートロの、ニュートロのフード、それだけ。なんですけど、キャベツ混ぜない、キャベツを、まあ、茹でたやつを混ぜないと、食べないんですよ。チュールとか入れれば食べると思うんですけど。ニュートロのダイエットフードは日中食べるんですか。25、キャベツは結構ぐらい入れますけど。本当に少しで、どの辺からじゃあ入れ回数はどうなんですか。回数は1、2回ってとこですね。回数はそんなに悪くないんだ。おしっこは何回かしてますね。はい、元気はめっちゃ。そうか、去年だいぶ太ってたね。そうなんですよ。今も別に痩せてるわけじゃないもんね。そうなんですよ。便の最後の方が柔らかくなる。そうです、そうです。あ、ガスが結構溜まってるね。これがさ、お腹の中にいっぱいある可能性もありますよ、ウイルスが。それでガスが多いというのもあるだろうし。でもこの子だけご飯変えることって可能ですよ。あ、可能です。可能。ご飯をさ、ちょっと消化器病用のご飯にして、はい、それでちょっと薬出しましょうか。はい、長さん、ちょっと ID、 よし、顔見して。そうなんです。こっちもちょっとだけ臭いよ、ね、なんだ。いいよ。近々まとまったお金が入るんで、いいや、でも歯石除去お願いしようかなって思ったりしてます。そうね、やった方がいいね、歯石は。ただ歯石除去してもなかなかうまく歯ブラシが。そうか、歯磨きは今からやっとかなかったんですよ。やってはいるんですけど、なかなかもう。よし、で一回リスタート。